一般的には山奥にこのような建物を建てる理由はないはずですが、この地に属さない気配を感じました。危険な気配です。はい、用心して進みましょう。あの九条家の子息、すでに危険な目に遭っているかもしれません。命を捨てに来たか。見切りました。難攻不落。これでどうだ。甘い。ここまで。はあ、浪人。でもここは天領奉行の敷地のはずだ。何か妙です。道を阻むものは全て切り捨てましょう。安山八九天道、ここにある。ここより弱滅の時。立つ。やはりここはダメだ。立つ。やっはっ。難攻不落。くらえ。逃げ道はありません。へっ。そこ、これでどうだ。た、ここだよ。た、はっ。みんなは俺が守る。逃げようなんて思わないでよね。はっはっはっ。見切りました。はっはっはっ。いや、これでどうだ。へっ。この目が大物が釣れたようだ。はっ。逃げてやる。天理チョーク。岩山八九。無我の境地。あれは、はっ。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 やはりもうダメだ。やはりダメだったか。ちょうどいい。全力攻撃だ。足元に気をつけて。天道万象。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。やはりダメだった。見切りました。命を捨てに来た。燃えろ。難攻不落。ふっ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 。お主のこの刀を試せる。剣女盤石。裁きの雷。天理チョーク。逃げようなんて思わないでよね。みんながそばにいてくれる。さっ、やっつ。稲光、すなわち永遠なり。そこ、やっつ。
そこを見